達成をいたしました。ここが次の駅、千葉駅です。千葉、まあそんなわけじゃないですけどね、千葉ーすって感じですけど、ここはあの滝尾駅の1、2個、三浦って駅を飛ばして千葉駅という駅ですね。まあ多分ね、あのこの看板を木の手彫りに変えて、このポストもまあこれはこれでいいかもしれないですけど、もしやったら赤立てポストね、スタンディングのポスティングマシーンじゃないですけど、あのあればね、ここもなかなかあのレトロな駅でね、こう木とねマッチして、古いあの学校の校舎のようなね、いい作り。ここはね、それでこそあの滝尾駅みたいに観光地化されてない、これはまたなかなかおしゃれなところで、黒電話と、前はここはね駅員がいたんで、タブレット等々滝の駅同様にあったと思います。でこれまんまね、で、こんな感じかな、おしゃれですよね。本当はね、なぎとかね行くとね、都市でもいいんだけどね、あの1階が駅舎が集会場兼病院診療所かなになってて、階段で上のホームに行くとかね、おしゃれな駅があるんですけどね、まあ、ここはこんな感じで、これはあの非常用電話とかねあります。駅長室、あこれはこうか、事務室、奥が駅長室、こんな感じかな。で、チャリ止めで、ここはそのままのホームですね。はい、なかなかおしゃれでしょ、この雪がね、待ってておしゃれ、見えないってね、画素数の関係でね、ここもいいな、おしゃれだな、これ、これ縦長で撮りたいですよね、写真をね、この駅舎が入れば嬉しいんだけどね、これね、いいっすよね、チワース、ね、次の川井駅もなかなかっすけどね、こんな塩梅で止まってます、OK、もうじゃ入んねえよな、これ、チワースまで入って、駅舎が入って、おはようこういう感じですね。よし。ではでは、次の駅行きましょう。ここもね、好きなんだけど。河合ともう一個向こう。三まさか、河合、あれ三まさか河合、違うな。三まさか河合か。おであれか。泣きだか泣きは、それで、峠の向こうになっちゃうんで、次の、三まさか河合で、列車をお出迎えしますか。確か、向こうのは綺麗だと思ったけどな。綺麗っていうかね、絵になると思ったけど、ちょっと河合へ行こうと思ってます。え、ちゃんとね、ほら、ありますからね、周回時間経過。ね、おいで。上鴨町内、お宝マップ。すげえな、お宝マップってのがあるんだよな。長いの滝どこだ ?22。え、いけねえじゃん。まあいいや。遠い感じがするんで、やめてきます。ただいま2時。ちょっと待ったところね。3時13分?えれ時間かかるじゃん。10分以上かかるんだ。まあそんなわけですね。ちょっと取り込め、あ、そうか。もっと時間かかるから。ね、あ、ここでクロスだ。あ、違うか。じゃあ、ダメだ。クロスはねえのか。やっぱりあれだ。往復だ。一編成か二編成で済むダイアグラムになってるね。ではでは、行ってみたいと思います。では、後ほど。